ブッカー・タリフェイロ・ワシントンブッカー・タリフェイロ・ワシントンブッカー・タイアフェロ・ワシントン1856年4月5日から1915年11月15日はアメリカ合衆国の教育者、作家。ワシントンはバージニア州フランクリン郡のヘールズフォードで生まれた。彼は母親と共に奴隷制から解放された後バージニア東部のハンプトンに設立される 教員養成学校で学ぶためウェストバージニア州から東へ向かった。後年彼は著名な教育者となり、19世紀後半から20世紀前半にかけてアメリカ合衆国におけるアフリカ系アメリカ人の間で人気のあるスポークスマンとして活動した。彼は調停者アコマデイターの愛称で呼ばれた。白人と協力し、裕福な事前家からの支援を得た彼の仕事は、 多数の小さな地域の学校と南部の至るところで黒人のための高等教育機関を設立、運営することを支援した。ブッカーティ・ワシントンはバージニア州フランクリン郡のロアノークから約35マイル南東にあるヘールズ、フォード、ピードモント地域の小さなコミュニティで奴隷として生まれた。南北戦争後に奴隷解放宣言が発せられ、彼は 母親のジェーンと共に、ウェストバージニア州で塩の荷造り人として働き、学校にも通った。16歳で彼は、バージニア州を横断し、ハンプトンローズの近くのエリザベースシティ群で、ハンプトン市範、農業大学に入学するため臨時の仕事を働いた。同大学は、黒人の教師を養成するために設立され、その設立には、ウィリアム・ジャクソン・パーマーをはじめとするクエーカー教徒の、 資金協力があった。ワシントンは後年、アラバマ州タスキー院議に設立された黒人のための職業訓練校の校長に就任した。同校は現在タスキー議大学に改編された。タスキー大学はタスキー院議研究所の国立史跡でもあり、全米及び世界中からの訪問者を魅了している。ブッカーティ・ワシントンの有名な無知のベールを取り払う像は彫刻家。 チャールズ・ケックによってデザインされ、1922年4月5日に公開された。彼は、その当時のアメリカ合衆国における主要な教育者の一人であった。彼は、タスキー2で教育を行うため、ジョージ・ワシントン・カーバーを採用した。西アフリカのリベリア共和国にある農業、訓練学校ブッカー、T ・ワシントン研究所は、彼の中からちなんでいるが、1929年に、 同タスキー委員の支援で建てられたものである。彼は活発な政治活動を行い、政治的な地位への黒人の任命について、国会議員や大統領から定期的に意見を聞かれた。彼は多くの白人政治家や名士と交際した。独立独行がアメリカ合衆国における黒人の条件改善の鍵であると彼は考え、黒人たちは奴隷制からの解放にそれほど期待することが、 できなかったと主張した。しかしながら黒人たちに対する彼の妥協し人種隔離を受け入れよ、という助言は、W.E.B. デュボイスのような他の黒人活動家の反感を買った。彼としては、黒人の経済的地位向上と教育の機械均等を優先しており、摩擦を招きやすい政治的要求を避けねばならないと考えて、事務苦労法を公には非難しなかった。しかし、 人種隔離に対する提訴へ、個人的に資金を寄付したことは注目されるべきである。さらに注目すべき点は、ワシントンとデューボイスの関係は敵対するものだったとするイメージに反して、実際彼らは友人。とはいえ、ワシントンに近しい人々は、タスキーギマシンと呼ばれる学罰を形成し、政治的要求を行う黒人を排除していったことは、批判されている。 1894年頃にワシントンは富豪であり、財界人のヘンリー・ハットルストン・ロジャーズとの友情を深めた。ロジャーズは小さな町の労働者階級から、ジョン・ロックフェラーのスタンダード・オイル・トラストのパートナーとなり、世界でも有数の富豪であった。巨額の資産と小取引に関する評判にもかかわらず、ロジャーズは控えめで寛大な人物であった。ワシントンは、 ロジャーズのオフィスへ頻繁に訪れ、マサチューセッツ州フェアヘイブンの85部屋を有する大邸宅やヨットのカナウア号への尊敬されたゲストであった。彼らの友情は15年間継続した。ロジャーズは1909年に完成したバージに、アン鉄道の創立者であった。ロジャーズは鉄道完成の数週間前に休止したが、ワシントンは1909年6月に ウェストバージニアの鉱山からハンプトンローズのスウェルズ、ポイントまで歴世端を輸送するために建設された新しい鉄道のルートに沿って公園旅行を行った。ワシントンはロジャーズ個人所有の鉄道車両、ディキシーに乗り、一週間かけて各地での公園を行った。彼は聴衆に友人のヘンリー・ロジャーズが新しい鉄道の路線に沿って、 アフリカ系アメリカ人にとって人種と景気の関係を改善をするために何ができるかを観察する旅行を促したことを話した。それはバージニア州南部とウエストバージニア州における孤立した多くのコミュニティに触れた。ワシントンは演説をニューポートニューズ、ノーフォーク、サフォーク、ローレンスビル、ケンブリッジ、ビクトリア、シャーロット裁判所、ロアノーク、セーレム、そして バージニアとプリンストンのクリスチャンズバーグ、ミューレンズ、ページとウェストバージニアのディープウォーターの順で行った。公園旅行の同行者は彼らが公園地において強く好意的な歓迎を黒人、白人の両方から受けたと報告した。彼の自助言、1901年に出版された奴隷から立ち上がり手はベストセラーとなり彼は大統領のゲストとして ホワイトハウスに招待された最初のアフリカ系アメリカ人となった。そのことはセオドアル・ウズベルト大統領のスキャンダルに結びついた。考えてみてください。我々は異教徒の奴隷制の中に投げ込まれましたが、我々はキリスト教徒となりました。我々は奴隷制の奴隷小屋の中に投げ入れられましたが、我々はアメリカ市民となりました。 我々は音を立てる鎖を手首につながれて奴隷制に投げ込まれましたが我々は自らの手で投票を行いました。奴隷制による虐待と道徳的な誤りにもかかわらず地球上のどの地域における黒人よりも我々は物質的に知的に道徳的に宗教的に強くて恵まれた状態にあります。から、 奴隷から立ち上がりて彼はアメリカ合衆国の社会への寄与に関してハーバード大学とダートマスカレッジから1956年4月5日に名誉学位を与えられた。バージニア州ハーディの彼の成果は国の記念物に指定された。さらに初のアフリカ系アメリカ人を記念する効果として 彼の肖像が刻まされた50セント硬貨が1946年から1951年まで発行された。1940年4月7日に彼を記念する切手が発行され、それはアメリカ優勢史上初のアフリカ系アメリカ人を描いた切手となった。ありがとうございます。